パータイプのネックが、この992シリーズの特徴です。ネックに特に傷やへこみはありません。で、本体がオレンジ色なのは、ブロンズブラス、真鍮と銅の合成素材というか、合金でできているのでこんな色してます。普通のサックスは真鍮製、ブラス製です。特に傷とかないですね。あともちょっとこの辺が、サビというか、まあ、色が変わってます。この辺も若干サビ的なものにはなってます。この辺が剥がれてますね。こういった、細かいところがちょっと剥がれてるぐらいですね。こういったところとか、接合部分がどうしても汚れがたまるんで、こういった、ラッカー剥がれが出てますね。あと一番この底の部分、あとはかなり綺麗な方です。この部分とか、あ、ここですね、ラッカー剥がれが出てます。で、あとサイドキーの、表面が、若干ザラザラになって、ラッカー剥がれが起こってます。テーブルキーは比較的綺麗ですけど、この端っこがちょっとヘリが、まあ、若干剥がれてますね。ラッカーが、右手のキーは、綺麗です。ここも、このキーも綺麗ですね。あとは、標準装備のサムの魔法使い、これですね、ついてます。支柱がセルマーと同じ3点締め支柱になってます。これです。で、彫刻もちろん入ってます。